先の総裁選で惜敗した高市早苗氏が10月11日に行われた緊急合同会議で約1000人の支援者らを前にまだ自民党総裁の座は諦めていないと公言されましたさらに総裁選で勝つために仲間たちが選挙に通るよう全国を回りますと公言されましたがネット上ではその仲間が落選するように誘導するハッシュタグも拡散されていますので今回はこちらの情報を紹介いたしますそれではまずはこちら 高市さんを応援されているフォレストホーム代表取締役の森本克也氏高市さない緊急幹事会及び推薦団体会議会場満杯地元の皆様にお会いし安心されていましたということで今回は奈良の地元の皆さんのみとなったようですが野に放たれた野生の高市さんは総裁戦後初の参加になったのではないでしょうか会場がびっしり埋まっていますので関心の高さがうかがえますねそこでどのような発言があったかといえばこちら 毎日新聞顔見てもらったら分かると思いますがまだ自民党総裁の座は諦めてません仲間たちが選挙に通るよう全国を回ります高市氏は11日天理市内で開いた緊急合同会議で約1,000人の支援者らを前に語りかけ総裁選の支援への感謝と衆院選への協力を呼びかけたという終了後は全員と握手して見送りました ということで、高市さんはまだ諦めていませんと宣言しましたので、次の総裁選があれば出馬するということになります。今回の総裁選では決選投票で石橋に負けました。それは議員票で負けたので、今後は議員票を増やす活動もしなければいけません。なので高市氏は、まずは自分を応援してくれた仲間たちが選挙に通るように全国を回ると言われています。これは高市さんに票を入れてくれた旧安倍派の候補者もいますし、 票を入れなかった候補者もいると言われています。それは議員票を増やす上でも大事なことですよね。それがこちら、有敢富士高市早苗氏に衆院選の応援依頼、殺到。すでに百件超総裁選で支援しなかった陣営が、新次郎氏らのお膝元、神奈川方面から要請。つまり、新次郎氏に入れていた候補者が高市さんを頼ってきたので、次回の総裁選では議員票が増えるわけです。これを高市さんに入れなかったから落選運動をしてやる。 というこ,とでこの候補者が落選すれば高市さんは次の総裁選で勝てなくなるわけです衆院は9日午後の本会議で解散されました衆院選15日公示27日投開票では石破茂首相自民党総裁の政策のブレや派閥裏金事件で旧安倍原を標的にした非公認比例重複を認めないという政治手法が問われます 石破政権が党内対立を生む中求心力が高まっているのが保守派が期待する高市さなえ全経済安保省63です総裁選で党員・党友票がトップになるなど幅広い人気が証明され旧安倍原総裁選で支援した候補者以外からも応援演説の依頼が殺到しているという高市さんが応援演説する候補者については総裁選で誰に入れたのかにかかわらず 当選させれば次期総裁選で高市さんが有利になるということになります自民党関係者は高市氏への応援要請について10月上旬の時点で100件はとっくに超えている書類で要請を受けているところだけでなく通路で声をかけられることもあるという全国を効率よく回らなければならないので計画を立てているようだと明かしますこれは高市さんにとって本当に追い風だと思います石破政権の支持率が落落ちちれば落ちるほど 高高市さんの求心力が高まっていいくととうことになりますなので高市さんが応援演説した候補者が勝てば勝つほど高市さんが総裁選で勝つ可能性が上がるわけです先月27日の総裁選で高市氏は決選投票で石破首相に敗れたものの第1回投票では党員・党友票を最多の109票議員票も2番目に多い72票を集めるなど底力を見せました衆院選の応援演説は 高市氏を総裁選で支援した議員らが中心となりますが前室の関係者は総裁選で高市氏を支援しなかった陣営からも応援要請はある神奈川の方からも要請があったようだと声を潜めます旧岸田派の候補者からも要請があったようですもはや選挙で勝つためにはなりふり構わずに勝てる応援弁士を呼びたいということでしょうそれは小泉氏でも石破首相でもなく高市さんなのです神奈川県は、 石破首相を支援した菅義偉副総裁のほか総裁選を戦った小泉進次郎選挙対策委員長や河野太郎全デジタル省らのお膝元です小泉氏は集客ができるので選対委員長になりましたが集客は高市さんの3割程度と言われていますさらに総裁選で未熟さを露呈しましただから高市さんに要請するのです全国各地での演説を想定し選挙期間中に高市氏に SP 敬語感がつくと伝えられています SP の警護対象者は本来首相や首相経験者閣僚政党幹部らに限られるため内閣や党の要職にない高市氏への対応は異例といえますこれは本当に異例の措置で高市さんに対して危害を加える書き込みが複数あったようですなので今回の衆院選では警護面にも気をつけなければいけませんね党内の人脈作りに課題があると言われてきた高市氏ですが 決選投票で支援を受けた麻生太郎最高顧問と急接近しています総裁選直後に面会した際には麻生氏から石破も首相罪人は長くないだろう勉強はしなくていいから仲間を作れ勉強をしたければ英会話でもやっていろと助言を受けたというこれは半年ぐらいは勉強をせずに飲み会に行けと言われているんですよねなので麻生氏は石破政権は長くて半年 つまり来年3月末の予算成立後を見越していると思われます石破政権をめぐっては総裁選までの発言からひょ変して早期解散に踏み切ったほか安全保障政策では日米地位協定の改定アジア版 NATO 北大西洋条約機構の創設などの持論をトーンダウンさせましたこの日米地位協定の改定とアジア版 NATO の創設については自民党に検討を指示したそうで。 これは自民党に拒否させることで自らの責任を回避しようという思惑が透けて見えますねいかにも石橋らしいやり方です安倍晋三元首相を国賊と罵倒した村上誠一郎総務省の起用や政治資金収支報告書に不記載が確認された旧安倍派の候補を非公認としたり比例代表との重複立候補を認めないなどの対応が物議を醸していますいわゆる安倍派潰しになっていますね なのので旧安倍派の候補者を落選させせてはいけません党内では保守派の不満や怒りが鬱積しているという前室の党関係者は総裁選の議員票の比率は53対47で普通なら挙党体制を組むべきところが組まなかった衆院選でも旧安倍派が厳しい選挙戦を強いられており江戸幕府が尊王攘夷派の志士たちを弾圧した安政の大国のようだ今回の措置は 反自民党反安倍派の喜ぶことをやっているように見えるせっかく総裁選の高市氏出馬で戻りつつあった古くからの自民党支持者岩盤支持層がまた離れる比例の議席はだいぶ落とすのではないかと語りました総裁選の議員票の比率は53対47でほぼ半々だったのですなので本来なら挙党体制を組むべきところが組まなかったのが石橋の意思の表れで まるで江戸幕府が尊皇上位派の志士たちを弾圧した安政の大国のように安倍派潰しを行っています。今回の措置は左翼メディアや左翼野党の反自民と反安倍が喜ぶようにやっているように見えます。そこで前回の総裁選ではリベラルの岸田文雄氏が勝ってがっかりした部分がありましたが、高市さんという保守のスターが出てきたので自民党に保守層が戻ってきました。なので岸田政権の初回支持率は高くなったのです。しかし今回の石破政権では、 人事で高市さんを取り込むことに失敗しました。なので保守層がまた離れるでしょう。そこで比例の議席はだいぶ落とすのではないか、という予測が立っています。これは比例で自民党と書けば、村上誠一郎氏を勝たせてしまうという言説がネット上で広まり、他党の名前を書くように誘導しているのが X 上でも見られます。確かに村上氏は愛媛2区から比例四国ブロックに今回転出するのでそうなりますが、 衆院選は参院選と違って全国11ブロックに分かれて投票するので東京に住んでいる人が比例で自民党と書いても四国ブロックには影響せずそれは東京ブロックが対象となりますなのでそれを知らない人が他党を書くように誘導されれば高市さんが応援演説する人が落選し総裁選で不利になるわけですそれを狙っている政党があります政治評論家の小林芳也氏は 自民党が単独過半数を大幅に割るようなことになれば、高市氏を先頭に立てて、石破下ろしが起きるかもしれない。自公で安定多数を維持できても政策の軸がぶれている石破政権への野党の攻撃で、支持率が低下することも予想される。その場合、高市氏は下手に仕掛けなくても木を待つ方が得策とも言える。衆院選で旧安倍派がどこまで議席を守れるかも焦点で、チャンスが訪れるかは選挙の結果次第だ。 と指摘しました。なので余計に高市さんが応援する候補者を落としてはいけないのです。そこでこちらよろず、高市さんを応援する人たちの中には、高市さんに票を入れなかった議員を攻撃する人や、高市さんが応援する候補者が落選するような落選運動に知らずに加担している状況が起きています。拡散する高市さないし、応援投稿に推薦人が継承、真逆です。無能な見方、になりかねない動き。 自民党の山田博参院議員が11日自身の X 旧ツイッターを更新し拡散している高市早苗氏への応援ポストについて注意を呼びかけました山田氏は自民党総裁選で高市氏の推薦人に名を連ねていました山田氏はこのようなポストが出回っておりますとして自身に寄せられたポストを引用儀礼お願いします 高市早苗さんを応援するなら比例は絶対自民党と書くなというものでしたこれなんですよねもうこの文字を見ただけで選挙前ですから他党の思惑を感じざるを得ませんねこれは高市さんを素直に応援する人の心理を利用した一種の落選運動で自民党への選挙妨害工作ですねしかし拡散した人はそれに気づいていないでしょうそのポストがこちらです女性の方ですねリレーお願いします 高市さなえさんを応援するなら、比例は絶対自民党と書くな。そしてこのハッシュタグをご覧ください。日本保守党を国政に、と書かれていますね。つまり日本保守党による妨害工作というのがわかりますね。保守党の百田有本氏は自民党を批判して決闘しましたが、支持者にはその自民党の所属する高市さんを応援する人が多数存在します。おそらくこの方もそうでしょう。そこで比例は自民党と書かずに保守党と書けばよいという主張ですが、 これががが高高市市ささんんを応援するる議員の落選選運動ににななり総裁選で高市さんが勝てなくなるように誘導しているのですしかし本人はそれに気づかずやっていると思われます最近では高橋洋一氏が「高市さんが総裁選で負けたから百田氏が喜んでいた」と自身の YouTube で暴露し後に謝罪に追い込まれましたが高橋氏と今位の長谷川幸宏氏は高橋氏の本位は謝罪前の通りだと言われています。 そして東京十五区保選に出馬した飯山あかり氏が反保守党に回り保守党で起きた事実を暴露し始めています私はそんなことはどうでもよいのですが新党は大体1年すれば内紛が起きるものです参政党もそうでしたねなので賢明な自民支持層の皆さんには見極める力があると思いますそこでこちらの K さんという方が山田寛氏に対してポストしましたお忙ししいいところ失礼いたします。僭越ながら このようなポストが出回っております推薦人のお一人として高市先生をお守りくださるようお願いいたしますこれは高市さんに対する総裁選での落選運動でもありますねなので K さんはそれを危惧して山田氏へ連絡したのですそれに対して山田博史ご指摘ありがとうございます高市早苗を応援するなら比例で自民党と書くなとの呼びかけは高市さんを応援することとは真逆です 今、高市さんは自民党の一員として、安定した政治こそ、日本列島を強く豊かにする源であり、自民党の勝利こそ安定した政治の基盤と考え、比例区も含め自民党候補予定者の応援のため全国を飛び回っています。仮にいつか高市さんの出番が訪れても、自民党の安定した基盤がなければ、その力を発揮することはできません。高市さんを応援してくださっている皆さんは、 どうかその点を十分ご勘案いただきたくお願いいたします。これは保守党支持者なのでわからないのでしょうね。保守党は立憲や共産党と同じく自民党を批判しなければ党勢拡大できないので批判が第一になります。なので比例で自民党と書くなという行為はいつもの自民批判なので支持者は素直に受け取るでしょう。しかし自民党支持の私から見れば保守党を支持しているのに高市さんを応援することは矛盾に移ります。 それは例えば私が共産党の田村委員長を応援していたと仮定しましょう。共産党はダメだが田村委員長は好きなので応援していると言っているのと同じです。その政党に所属している議員は、その政党の政策やイデオロギーに寄せられているから入党しているのです。なので保守党支持者の皆さんが高市さんを応援する心情は理解できますが、このように高市さなえを応援するなら、比例で自民党と書くなといういわゆる落選運動は、高市さんの党内での立場を悪くし、 議員票が減るという足を引っ張る行為になるので、保守党の統制拡大工作に引っかかっているとしか見えません。これを見た自民党の議員たちがどう思うのか。当然、総裁選で高市さんに票を入れにくくなるわけです。なので、高市さんの落選運動をしているのと同じです。仮に高市さんが総裁選で勝ったとしても、自民党の安定した基盤がなければ、その力を発揮することはできません。ということになりますし、野党に転落すれば意味がありません。 なので保守党の高市支持者の皆さんは、こんな落選運動のようなことをせずに、正々堂々と保守党の候補者を応援してください。自民党の小野田君参院議員も9月27日の総裁選直後に。今後を考えたとき、悔しい気持ちは重々わかりますが、高市先生のためにならないから、他候補やその推薦者に攻撃的なリプとかしないで、は、今も今後も、 頭の片隅に残して欲していですとコメントしていました実業家のゆき氏はこの小野田氏の投稿を紹介した記事を引用し「やる気のある無能な味方は敵より怖い現象ですね」と表現しましたこれは保守党の高市支持者にかかわらず自民の高市支持者にもいます前回の総裁選でもそうでしたねなので小野田氏が高市先生のためにならないから 他候補やその推薦者に攻撃的なリプとかしないでと言っているのは実際に総裁選での投票行動に影響したからです。これは高市さんにとって今後の課題になりますね。しかし高市さんは X をつぶさに見ているわけではないのでやはり支持者のモラルが大事です。今回の保守党支持者が投稿した件についても自民支持者が投稿したとみられているので高市さんの議員票にとってはマイナスでしかありません。そこでこちらアイラドット。 次の首相を狙う高市早苗氏が抱えるジレンマとは過激応援団に潜む危うさを指摘する声も自民党総裁選の決選投票で石破茂首相に敗れた高市早苗氏女性として初めて首相の椅子に座りかけた高市氏の今後は気になるところです一部報道では「新党結成か?」と注目されましたがそんな動きはあるのだろうか政治ジャーナリストの青山和弘氏は 意外なところに危うさがあると指摘します。石橋から総務会長を打診されたが誇示した高市氏、ノンフィクション作家の百田直樹氏や名古屋市長の河村隆氏と新党を結成するのではという報道が流れましたが、この点について青山氏はどう見たか。まず自民党を離れることは考えていないと思います。この段階で党を飛び出していいことはありません。例えば、 自民党から200人がついてくるというようなことは考えにくいです現時点で自民党党を飛び出せば野党になりますそこで首相の目は途絶えますなので新党を作っても連立が組めない状況ならば意味がありませんし首相まであと一歩で石破政権が短命に終わりそうな状況で自民党を飛び出す意味がありませんひとまず離党という選択肢はなさそうですが今は総務会長就任を誇示して無役ですからこの状況が2年。 3年と続くのであれば選択肢として浮上する可能性はありますがこの段階ではむやみに考えてはいないと思います自民党でトップを取るんだという思いが強いでしょう虎視た々とポスト石破を狙う中でどうすればいいのかと考えているのではないでしょうかその通りでしょうね皆さん新党だ新党だと言いますが過去に新党がどうなったのか歴史を見れば明らかですし国政政党でない内紛を起こしている政治団体へ行く意味もありません 政権を握れなければ政策が実行できないのでそこに注目しないといけません期待される政治活動をしつつさらにはポスト石破を目指すとみられる高市氏に必要な要素とは何だろうか青山氏はこう話します高市氏は保守の受け皿であるとともに以前の石破氏のようないざという時の総理候補のポジションも期待されているのではないでしょうか高市さんが岩盤保守層 密つよく支持されていることは間違いありません。しかし同時に総裁になるには、いわゆる党内恩恵派にも気を配ってアプローチしなければならないことを分かっていると思います。その証拠に、総裁選の決選投票での演説では保守的な姿勢は一切見せず、恩恵派に対して党内融和を強調しました。それなのに高市支持者がネットで恩恵派に暴言を吐いていたのです。支持基盤だけでなく、恩恵派にもアプローチしていくにはどうすればいいのか 議員の支持を広げることが不可欠です。慰労会で今回の支持者の結束を保つことも大事ですが、仲間を今まで以上に作る。今、高市氏は石破首相が以前いたような非主流派のポジションにいます。しかも今の石破政権は盤石とは言い難い。いざとなったら党内からも、国民からも、次は高市だな、と思ってもらえる存在になることが必要だと思います。青山氏。ところがネット上では、 恩恵派の岸田応援団が高高市市支持者の暴言ににして、て反高市に回っています。それを自民党の議員たちも見ているので次は高市だと思えない場合もありますそれが先ほどのの小野田紀美氏の発言に現れています。高市氏は総裁選では決選投票で敗れたものの9人の候補者の中で最も多くの党員票を獲得しましたその一員となったのが高市応援団と呼ばれる存在です 青山氏がこう解説します。高市氏は総裁選に出馬する際の20人の推薦人を集めるところでかなり苦労していました高市氏自身は政治家としてかなりエッジが立った人ですし人付き合いがうまい方ではありません他の議員との調整力とか交渉力は以前から疑問視されてきたんですしかし総裁選挙ではあれだけ邁進しましたこれはいわゆる高市応援団 が世論を盛り上げたことも要因の一つです議員ではない彼らが YouTube やインターネット SNS を駆使して激しく発信していたからその勢いや熱量に引っ張られて人気が上がっていった側面は否定できないと思います今回は石丸真嗣氏を都知事選で2位に押し上げた陣営が50人拡散していた要因もありますけどね応援団による高市氏への支援の熱は投票日が近づくごとに増していきましたが 同時に他候補への攻撃も見られましたこれは特に X 上で見られましたね。ここに高市氏の危うさが隠れていると青山氏は指摘します高市氏の応援団は熱を帯びて高市陣営と支持者を引っ張ってきましたしかし同時に排他的で攻撃力も強い例えば小林隆之氏の支持に回ったかつての高市氏支持者を裏切り者と断罪したありましたね。 特に安倍さんの選挙区での後継者である吉田真嗣氏に対して X 上でひどいコメントが散見されましたね河野太郎氏や林義政氏のこともこれまで「美中派」などと罵ってきたりしているんですこれが高市氏の抱えるジレンマです例えば今回の決選投票で麻生太郎氏が麻生派議員に高市氏への投票を呼びかけましたが麻生派でも河野氏やその周辺は石破さんに投票したと見られます 高市支持の議員からも応援団の攻撃力が強すぎで取れるはずの票も取れないと嘆く声が聞かれます自民支持層だけならまだしもさらに攻撃力が増した保守党支持者もいますからね本当に厄介です高市氏があくまで次の首相を狙うのであれば極端に右に寄るだけではなく真ん中に近い道も歩まなければならないということだろうなので次の総裁選では 例えば安国参拝ですね。本音はアメリカや韓国を説得した後に絶対に参拝するつもりであっても、適切に判断すると言い換えた方が良いかもしれませんね。しかしその意図を支持者は分からないでしょうね。特に自民党を離反した高市支持者の皆さんは、煽られて脊髄反射する人が多いので、安国参拝を適切に判断するといえば発言が後退したと言って、落胆したとして攻撃するかもしれませんね。そこで高市さんの次回の総裁選での課題は、 過激応援団をどう抑制していくかが議員票を上積みする課題となりそうですそこでこちら経済評論家の渡辺哲也氏8月15日に今回の件を予言していました総裁選高市さんの課題は保守を標榜する野党関係者を切れるかどうかですね総裁選後に選挙が見えており野党関係者と協力するのは反党行為であると同時に自民党議員の反発要因 選挙の敵になれば一議席を争う戦争状態になりますよね。保守党支持者の皆さんはこれまで選挙に興味がなかった人も多いと聞きますが、戦争で敵対する政党にいる高市さんを応援するなど考えられないことをしているのです。なので保守党支持者の皆さんは高市さんを応援するよりも自党の候補者を応援しなければ、高市さんが敵である保守党に自民党を攻撃するように協力依頼をしているようにも映るのです。さらに渡辺哲也氏。 総裁選高市さんの最大の敗因は大多数を占める党内の恩恵派が逃げたことですこれは過激な言動を繰り返す右派によってもたらされたわけでこれがわずかな票差に大きな影響を与えたのです安倍さんの左派取り込みはこれを考えてのものだったのです私も全くの同感です最大の敗因は大多数を占める党内の恩恵派が逃げたということで。 それは過激な言動を繰り返す右派によってもたらされたわけですなので今回の高市早苗を応援するなら比例で自民党と書くなという落選運動も自民党の恩恵派にとってははた迷惑な話でこれにより落選した議員は二度と高市さんに票を入れることはないでしょうなのでこんな運動に加担する行為は高市さんを総理大臣から遠ざける行為なのでぜひおやめくださいそこで高市さんはこれから全国に応援演説で回られると思いますので 高市さんが応援する議員は石橋へ票を入れた議員であっても当選するように応援していきましょうまた高市さんに関して新たな情報が入りましたら動画をアップしていきますのでよろしければチャンネル登録と通知ボタンそして高評価とコメントもお願いいたしますまたこのチャンネルを応援してくださる方はメンバーシップの登録もよろしくお願いいたしますそれではまた次回の動画でお会いしましょうありがとうございました